けにヌメヌメしてんな。オイラの大嫌いなナメクジみてえだぜ。うわあ、気持ち悪い。ん？ナメクジ？もしかしてこの岩の下にうようよっと。うひゅー、考えただけでも恐ろしいぜ。クワバラクワバラ。しかし気になるな、ナメクジに似た岩か。思い切ってペットにでも。うひゅー、考えただけでも恐ろしいぜ。クワバラクワバラ。アラジを使ってみるか。やっぱり思った通りだったぜ。単なるでかい岩じゃなくて本当に巨大なナメクジだったんだ。これも便所タイトの影響なのか。だとしたらオイラも。いつまで待たせる気だ。何？まさかこの嫌な感じの声は。やっぱり小次郎。お主がつけたこの額の傷、忘れたとは言わせないぞ。何言ってんだよ。自分で勝手に転んだ時の傷のくせに。うるさい。あの時お主が拙者の言うことを素直に聞いていれば、あんなことには。いくらなんでも花びら占いで勝負だなんて、そんなの決闘って言わないと思うぜ。だからこうして真剣での決闘を申し込みに来たのだ。ちょっと待てよ。ってことはお前ずっとここで待ってたのか。そうだが、それがどうかしたのか。じゃあさっきオイラがビカビカってしてたのを見てたんだろ。ああ、眩しくて思わず目をつぶってしまった。オイラ、あれで一段と強くなっちまったと思うんだ。え、そうなのか。そういうわけだから今ここで勝負っていうのもどうかと思うんだ。じゃあまた出直すよ。ってなんでだよ。くしょー、舐めやがって。バレちまったか。とにかく今は先を急ぐんで、悪いがまた今度にしてくれ。拙者の豪勢な手土産を見ても、そんな舐めた口が聞けるかな。手土産？武蔵くん。姫！次郎、おめえに勝ったら姫を返してもらえるってわけか。拙者としてもこんな卑怯な手は使いたくなかったんだが。よし、わかった。その決闘を受けて立つぜ。しろ、時間は取らせん。一瞬で勝負つけてやるからな。武蔵くん、そんなキザなやつとっととやっつけちゃってよね。分かってるよ。ったく、相変わらず元気だな。安心したぜ。くしょー、誰がキザだと。武蔵、覚悟。ははは、小次郎を破れたり。何？勝つつもりなら、なぜ鞘を捨てる。えい、やかましい。言うこと。えちゃちゃ、どうだ、どうだ。
さあ、城に帰ろう。みんなびっくりするだろうな。